I believe Takashi Hidai could well be the most senior player of this tournament. きっかけはですね、6年前なんです。日本でチアカーリングがもう最初に始まったのが6年前、ということで、そこから、カーリングにはまりましたけど、そうですね、カーリングをやろうと思って、まあ、カーリングは高齢者であっても大いにプレーが楽しめるというところからカーリングが好きになりました。そうですね、まあ、カーリングの前にもう一種類のスポーツをやっておりまして、まあ、ですからカーリングを始めるについてもそんなに年齢とかあるいは初めてのスポーツだっていうことはあんまり感じずに、こういい流れに乗ったままカーリングに入ってしまったんですけど、そう、その通りです。スポーツをやってることが健康を維持していく秘訣でございます。はい、やっぱりカーリングは世界大会が多いので、世界各国の皆さんと交流できることが、カーリングやってて楽しいことです。バンクーバーとても好きな街です。そうですね、日本の選手、カーリングで初めて参加するんですけども、まあ街をこう歩くと、日本人の方がたくさんおりまして、とってもこう安心できる街です。とってもね、ありがたいことです。はい、今のところは全く、不調で、もう満足のところがちょっと落ち込んでおりますが、若い世代にね、このパラリンピックに参加したこの経験を生かしてね、若い選手、日本はまだまだチアカーリングのメンバーが少ないので、これからどんどん拡張して、カーリングを広げていきたいということにこれから向かっていきたいと思います。